あるいはこんにちはもしくはこんばんはうるおうりコメンドうるりこの宮崎と申します放送作家でコラムニストの山田美穂子さんの連載朝ドラ立心出世物語と連動しておりますこのトーク企画ですけれども第5回の今回取り上げますのは小柴風花さんですでは小柴風花さんこ、はい、の小柴さんはあの魔女の宅急映画の魔女の宅急便で出てこられてへー こういうい女優さんがいらっしゃるんだというとこから多分皆さん知ってるんじゃないかな、ね、と思うんですがオスカープロモーションでただ私はですねまたこう <laughs> へそ曲がりなんでその前から知ってるんですけれども <laughs> 彼女は実はフィギュアスケータータを目指していたんですねで名古屋のテレビ局が制作をしたフィギュアスケーターの ドラマの主演が最初だったと思うんですけれどもで,でその後そのあとになるんですかねそのまあ美少女がたくさんいらっしゃる事務所に所属をされてという「で魔女の宅急便」の実写版ですよねのヒロインというのはやはりとても印象的でした。 たこともありなかなかこういろいろな役をそのが次から次へという風ではなかった時代もあったんですで朝ドラに関しましては春さん主演の朝が来たで春さんの娘役を演じたんですねでまあ元々その春さんの役も本来はそのお嬢様 ご実家がお金持ちのお嬢様の役なんですけれどもハル、まあ、さんはそのキャリアウーマンとしてこうちょっとじゃじゃ馬っぽい感じなんですけれども小芝風花さんの,その娘さんの役はそのお母さんにちょっと反発するようなキャリアウーマンの,その家にいつもいないお母さんに反発するような役だったんですね。でそのの学校時代の お友達役に吉岡里さんんがいたんですで吉岡さんその時はこうメガネ女子で,でとても吉岡さんも印象的で,で年齢的にその同級生の役だったんだけれども実年齢としては小芝さんより吉岡さんの方が全然3つ4つ上だったので吉岡さんの方がすぐにこう売れちゃったんですよね。で なかなかその朝ドラの中でもですよそのヒロインの娘役とか妹役とかで売れた人っていうのはたくさん過去にいたんですけどヒロインの娘役のお友達役で。 あんなに揺れちゃった吉岡里帆さんっていうのもなかなか珍しくて、まあ、とにかく本当にここ45年のね吉岡里帆さんのご活躍っていうのは本当にすごくてもともと吉岡さんもその演技が大好きでねあの高校時代からこう演技のお勉強とかをしていて確かお父様がうずさでお仕事をされてたと思うんですけれども、まあ、あのそういった いい環境で今の素晴らしい演技派の吉岡さんがいらっしゃるんですけれどもただ私は何かこうちょっと小芝さんが気の毒になってしまってあなんか小芝さんなかなか売れないなっていうふうにこうなんかまた、あのー、すごく感情移入してしまって、あのー、心配をしていたんですけれども最近で言うと「波を聞いてくれ」テレビ朝日系の。 まあまああの小芝風花はドラマウォッチャーとかそのドラマ評論家の方が絶賛してましたねこれまでのその可愛らしい小芝さんではなくてこう金髪にして本当にセリフとかもベラン名調ででラジオの,その DJ の役なのでこうとにかく滑舌が良くなければいけないという設定なのででまくしたてるような演技で。 ままあまあ素晴らしくてでちょっと戻っちゃうんですけれども NHK では「特撮ガガガ」という小芝さんがやはり「朝が来た」の後に、えー、主演をしたあのちょっとこうオタクのようなオタクを描いたようなあの、まあ、ドラマがあったんですけれども、まあ、そこでもすごく上手でしたね。で やっとこうですか、ね、その実年齢がこう役に追いついてきたというかだからその吉岡さんがそのバーッと売れた原因の一つにその年齢があったと思うんですよ。その本当に女優さん特に女優さんの年齢と役柄って難しくて、まあ、まず子役っていうのがあって。 で次にそのティーンエージャーで、まあ、もちろん売れる方もいらっしゃいますけれどもそこでこうちょっと沈んでしまう子役さんもいらっしゃるしでその後20代になって恋愛ドラマとかを頻繁にやれるようになってパッと売れる方もいるしでさらに年を重ねていってじゃあ全員がお母さんの役をやれるかというとこれがまたそうではなくて。 本当に本当不思議なものであの年齢重ねたからといってこうお母さん役が来るわけではないんですよね。なので俳優さん男性の俳優さんに比べると女性の役者さんっていうのはこう本当に実年齢によってこうできる役柄も違ったりそのちょっとこう。 上がり下がりがあったりするものなんですけれども、もう今の小柴風香さんは実年齢と、そのやっている役というのが、もう見事にはまっていて、で、もう本当に開花したっていう感じなんだと思うんですよね。なので、本当に朝が来たの時からすごく押していたというか。もう古くはそのフィギュアスケートのあのドラマの時から。 いた小芝さんが、まあ、今事務所を背負って立っている、うんね、上には本当に上戸彩さんや、まあ、お辞めになっちゃってけど米倉涼子さんとかモデルさん出身のまあ女優さんがたくさんいらっしゃってあと武井美さん、まあ、今ちょっと家庭に入られてますけれども、まあ、本当にその。 事務所で今小柴風花さんがトップ女優として君臨しているっていうのがすごく嬉しいですしあのテレビコマーシャルもねとても多くてあの竹中直人さんとやっているあのお嬢様役のコマーシャルなどもこうちゃんと関西弁で竹中さんに突っ込むようなこうオ,チオチのあるこう CM ですよねああいうのも本当にうまいと思うし。 かまいたちと一緒に出ている。あのお茶のコマーシャルとかも可愛らしいですし。あと化粧品のね。コマーシャルなどもされてるんで。おそらく同年代の女性たちからもとっても支持をされていると思うんですよね。から、美少女から本当に。美人女優さん。 あんまり最近あの表現として使ってはいけない言葉ばかり並べていますけれどもあの本当に美しい女優さんになられたなっていうふうに思いますね。今放送中なの「天職の魔王様あ」あちらでもとてもなんかあの見事な演技を見せてらっしゃいますよね。はい、あのつまりやはりその今25歳ですかね小芝さんも。 年齢的にそういうその役がちゃんとこうはまるようになったってことだと思うんですよねこう娘さん役とか妹役とか、まあ、いわゆる少女役ではなくてっていうことですよね働く女性みたいなことだったりまあ 波を聞いてくれのようなああいうちょっとこうやさぐれた感じの役なんかもすごく上手にこなせるようになったっていうことですよね。そうですね、なんか本当にいつの間にか演技派演技派として演技派にな、うん、なりましたよね。ねもしかしたらが最初からそうだったのかもしれないけれども、もその年齢的なこともあってちょっと恵まれない時期もあったのかもしれません。あとやはりその事務所的に。 順番といううのがあると思うんですよこ,うこの人を事務所として一番に押していこうとか売っていこうっていう戦略が当然どこの事務所さんにもありますからそういう意味ではちょっとそのまだまだあの小芝さんんの順番が来てなかったと思うんですよねでもあの同じ事務所でいうと私やはり大好きな女優さんの人に一人に高橋ひかるさんがいるんですけど。 うん、あの小芝さんの次は高橋ひかるさんかなっていう感じがしていてだからやはりそういったその美少女からこう演技派になるっていうのがね高橋ひかるさんもこうちょっとコメディエンヌな側面があって。 面白いんです私も、ね、バラエティ番組で高橋ひかるさんを拝見してあこの方もっと前に出ないのかなってちょっと思ってしまう期待してま,、ねうんまあ、まだそう年齢的なこともあるかもしれませんね。デビューしてすぐに,大河ドラマかなにちょっと出たりして話題になったんですけれども。うん とても臨機応変な方ですよ、ね、いやそう思いますそう思いますでお笑いが大好きでオードリーの大ファンではい、うん、そこじゃあそういった次の方々もちょっと注目しながらこの、ね、ドラマを見ていけるといいですよねはい、はいはいえー、放送作家でコラムニストの山田美穂子さんの連載「朝ドラ立身出世物語」と連動したトーク企画ですね、えー、お聞きいただきました、えー、6週連続のの企画となっておりますので 来週もまたぜひお聞きになってください今日もうるうるっとした一日をお過ごしください